はい、皆様こんばんは、ファインと申します。今回も、感想動画撮っていきたいと思います。今回もっていう風にしれっと始めてはみたんですけども、まあ、ほぼほぼご存知ない方が多いと思いますので、一応ご説明しておくと、私ですね、大体南條由志の関連の、ライブとかの後にですね、こうやって、ほぼほぼラジオみたいな感想動画を上げることがありまして、主にですね、私ブログやってるんですけど、そこでね、文章で書くのがもうもどかしい時にこうやって感想動画を撮るんですね。もうタイピング速度が脳の処理に追いつかないと。それどころかもう口で喋るのも脳のね、追いついてないんですけど、とにかく言いたいことが多すぎて間に合わないからとりあえず動画撮って喋ろうっていうテイストで、やってますので、そんな感じで、お付き合いいただければと思うんですけれども、はい、ですね、もし過去の、動画を聞かれたことがある、方がいらっしゃいましたら、もしかしたら伝わるかもしれないんですが、ちょっと今回はですね、興奮しております。というのも、今回は、主に主に昨日、2018年、10月14日日曜日に、静岡市民文化会館大ホールだったかなで開催されました、南條由志のザ・メモリーズ・アパートメントツアーでよかったでしたっけ、正式名称、すいません、そんな感じなんですけど、について喋ろうと思うんですが、もう伝わったかと思う通りですね、いつもこうやって感想動画を撮るときはですね、大体私ある程度こう言いたいことをきれいにまとめてですね、情報とかもきれいにまとめた上で、ある程度の台本を作って撮るんですけど、今回はちょっともうなんかそれすらもめんどくさくてっていうか、時間がもったいなくて、とにかく喋りたいっていう、このなんていうんですかね、本当に興奮した時はっていうか、こうテンションが上がった時はとにかくこう人に喋りたいっていうオタクの欲求、わかりますかね、があってですね、そういうのも省いて、ちょっと喋りはとにかく喋り始めようっていうことを喋り始めてみていますので、ちょっと今回はグダグダかもしれないんですが、ちょっとあまりにもグダグダしたら、音声カットしてお伝えしようと思いますので、ちょっとこいつ何言ってるかわかんないなと思ったらですね、皆さんもちょっと YouTube ね、ちょっとな多少スキップしていただいて、聞いていただければと思います。はい、ということで、どうしようかな、改めてちょっとこの動画を始める前に注意事項だけ言っときましょうか。今回の動画、今申し上げた通り、昨日の、南條由志のメモパツアー、通称メモパツアーの、静岡公演のお話をしていきますが、それ以外にですね、私千葉公演2日目にも参加しておりまして、そこの話もちょろっとだけしようと思ってますので、そっちはちょっと映像化しないと思うので、大丈夫っちゃ大丈夫かと思うんですが、静岡公演はがっつり昨日撮影入ってましたので、後々映像で楽しみたいという方は、ネタバレ避けたいという方はちょっとここで動画終わっていただければなと思います。それからですね、今回こうやって喋りますと、で一応動画っていう体裁なので、静止画はちょっと、なんか撮って表示しておこうとは思うんですが、正直有益な情報は何もないんです。見てても、字幕とかも特に入れる予定がありません。自分の滑舌の良さに全く自信はないんですが、字幕とかは入れる予定がないので、聞き取れなかったら聞き取れなかったというところで、申し訳ありませんというところどんだけ手抜きなんだよ。手抜きなんじゃないんですよ。なんだ、気持ちの入れように反比例して、その動画のクオリティをもう最低限でいいから早くお伝えしようっていう、この思い。はい、そんな感じでやっていきますので、見ていても有益な情報はありませんので、ぜひですね、何かしながらというような形で、聴覚だけちょっとお貸しいただければと思います。それからですね、そうですね、今聴覚だけって言ったんですけど、今一瞬だけ画面見ていただいて、右下の方かな、
にあの動画の時間載ってると思うんですよ。で今回喋りたいことをまとめてないのでめちゃくちゃ長くなる可能性もありますし、言いたいことを言うだけ言ってキュッて短く終わる可能性もあるので、ただもうすでに前置きがね結構5分とかね言ってる気がするんでね、長くなる予感はビンビンしてるんですけども、尺をちょっと確認していただいて、長えなって思ったらちょっとその飛ばすなり、長い時間付き合ってもいいよっていう暇な時だけ聞くようにしていただければと、思います。はい、そんな感じでいいかなと思うんですけど、この動画はですね、なんだろうな、早く本編本題喋るよって話なんですけど、この動画多分結構遅い時間に上がってると思うんですよ。で昨日正確に日付的には今日なんですけど、深夜帰ってきた時に、情報をまとめて何らかの形で出しますよみたいなのをツイッターで言ったんですよ。でその時の私の想定では17時くらいに夕方5時ですね、くらいに動画を出すつもりでいたんですが、絶対にそれよりは遅くなってるはずですと。なぜならこれを撮ってるのが17時半だからです、なのでちょっとそういう意味も込めて急いで、とにかくこうなんだこういう思いってもうなんかあれなんですよ、時間経っちゃって撮っても伝わんないんですよ。それこそこうライブ感じゃないですけど、リアルタイム鮮度が大事なので、そういう割には前置き長いんですけど、とにかく喋ります。はい、ということで、行きたいと思うんですが、まずは、先ほどお話しした通りちょろっとだけ千葉公園の話と、今回の、南條由伸のザ・メモリーズアパートメントツアーかなのお話をしたいと思います。でこの動画見てる方は、もはや言うまでもなく説明するまでもなくご存知だとは思ってるんですけど、一応説明しておくとですね、南條由伸の5周年を記念してベスト版を出しましたと。でそれのベスト版で、ベストなので今まで、収録したアルバムの中から人気曲を選んで収録してますというところで、一見ですねお手軽な感じなんですけども、オリジナル版とアニメ版出して、アニメ版の方にカバー曲いっぱい入れて、結局新規で8曲撮ってるっていうところから、ちょっとなんかおかしいな感じになっていて、今回のツアーはですね、千葉と名古屋と大阪と静岡があって、千葉が2日間あったので4箇所5公演ですかやってたんですけど、全部セトリが違うというところで、だいぶですね力の入れようがすごいというか、いい意味で頭がおかしい、ツアーでして、ですね、なんだろう、5周年なので今までの、5年間でやってきた過去のツアーを振り返りながら、各公演で振り返りましょうみたいなことをですね、誰が言い出したのか、やってまして、なんだ多分ソロ楽曲ほぼ全部やったんじゃないかなっていう、ところのボリュームたっぷりのツアーでしたっていうところ、まず一つ、私としてはお伝えしたいかなというところで、多分千葉公演1日目が、ストレートなザ・ベスト版のツアーセトリで、2日目が、東京3650分の1っていう、最初のツアーですね、ファーストツアー、2日間だったんですけど、私行ってないですよもちろん、私の始まりは、2017年のバースデーライブからなので、当然行ってないんですけど、何の話をしてるんでしたっけ、東京3650分の1かのツアーを、千葉2日目でやりましたと。で、続いての名古屋公演では N ツアーだったかな、ちょっとですね調べてないのでぼんやりしてて申し訳ないんですけど、確か N ツアーを振り返りましたと。で、大阪公演では、リングツアーと、ついでにリングツアーはちょっとやったばっかりなので、だし映像も見て散々見てるよっていう声がありそうなので、カタルモアツアーも一緒にやったら、神セトリでしたらしいですっていう話をね昨日静岡でしてたんですけど、とりあえず大阪ではそれをやりましたと。で、集大成よ、のファイナル、ツアーファイナル静岡で、もう一回ベストアルバムのセトリでやって、ですね、集大成を見せると
というような流れでやってまして、最初ですね千葉2日目に参加した時はですね、私2階席だったんですね。でまあなんだその中で、初めて今回のツアーでは、過去の、やったツアーを振り返っていきますみたいな発表がされてですね、マジかってなって、で、今回は東京3650分の1ですってなって、マジかってなって、映像では散々見たんですよ。散々見たんですけど、あれですよ、Dアニメストアで見てる方はよくよくご存知かと思うんですけど、サムネになってるじゃないですか、あのね、南條吉野といえば、っていうあのニット帽をかぶっためっちゃ可愛いやつあるじゃないですか。めっちゃ可愛いやつね、めっちゃ可愛いやつあるじゃないですか何回言うねん、何回言うねんって話なんですけど、あるじゃないですか、あれをのツアーを振り返りますというところで、もう興奮したわけですよね。で私あの東京3650分の1って結構好きで、まあ、もちろんあの衣装が可愛いっていうのはあるんですけど、そう、あの衣装かわいいで思い出したんでちょっと脇道それますね。あの今回構成とかあんまり考えてないんで脇道それちゃうんですけど、今回のパンフレットがめちゃくちゃかわいいんですよ。ちょっとこれだけあの画像出しとこうかな。あのちょくちょく視覚情報使うじゃねえかっていうね、あの画像出しとくんですけど、めちゃくちゃかわいいんですよ。あのこれ表紙なんですけど、表紙めちゃくちゃかわいいんで、あの中開くともっとかわいいんですけどね、かわいいんですけど、まあ、とにかくかわいいんですよ。何の話だったっけ。まあ、とにかくその東京3650分の1っていうあの、まあ、衣装も含めてツアー、あのツアー好きなんですね。で、まあ、私ディアディアとかが好きで、あの全てがプラスに変わっていくのと、このプラスを手で作る感じがめっちゃ好きで、あのめっちゃ可愛いなって思いながら、まあ、見てたわけです。で、そうですね、今回のツアーの瀬取り的に、1曲目 The Memories Apartment に収録されているザ・メモリーズ・アパートメントっていう表題そのままの曲があるんですけど、から始まりますと、で手拍子ですね、南條吉野役の、星野武さんから、あの何言ってるか分かんない、知らない人は何言ってるか分かんないと思うんですけど、南條吉野役の星野武さんからお知らせがあった通りですね、手拍子ですね、あの練習したと思うんですよ皆さん、あのパンパ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 パパパンパンパ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 パンってやったと思うんですよ。それから始まるんですよ。そこから始まって、あの熱い感じで盛り上がって最高潮の状態で始まるんですけど、最初幕がかかってて、それが流れて手拍子するじゃないですか。で幕がバーンって降りて、めちゃくちゃ凝ったあのアパートのセットが出てくると同時に、手拍子するわけですよ。でなんかもうすげーってなってて、そこのアパートの中から何十種のバーンって出てきて、衣装めっちゃ可愛いってなって盛り上がっていくっていうのが今回の、ツアーの始まりなんですよね。で2階席でそれを見ていて、2階席だったのでちょうど上から俯瞰するような形でセットとかも見れたんですよね。で遠目だったんですけど、なんかこう白い資料を基調としてこう赤いこうなんだチェックみたいなのがこう あるんですよね説明下手くそだな下手くそなんですけど、あって、もうとにかくめっちゃ可愛いと、なんか今回の人めっちゃ可愛いぞって思っていたら、あのザ・メモリーズ・アパートメントの曲に合わせて今回振り付けがあって踊るっていうので、もうとにかく1曲目からあのテンション爆上がりなんですよね今回のツアーって。で、まあ、2日目はそんな感じで、もうとにかくなんかもうテンションがガーって上がって、しかも東京3650分の1のやつ聴けるってなって、ガーってテンションが上がって、で、とにかくもう可愛い最高っていう感じで千葉公演2日目は終わったんですよ。で、あの裏事情を話すと、今回千葉公演1日目行きたかったんですけど、会社の事情で行けなかったっていうその悔しさがあって、その悔しさを胸に2日目に行ったところもなんか最高だったんですよね。で、そのイメージで昨日、静岡公演に行きましたよっていうことを説明するために今千葉公演の話をしてたんですけど、静岡公演に行きましたと。で今回の静岡公演では私1階席でそこそこ前の方でしたというところで、まあ、距離感で言うと南條吉野、ステージ上の南條吉野の、表情が肉眼で見えるくらいの距離ですと、あの最善とかではないんですけど肉眼で見えるくらいの距離にいて、まあそれでですね、あの衣装かわいいって分かってるんで、
で手拍子から始まってバーンって出てきて、あ、やっぱ可愛いってなって、もうなんか可愛すぎてもう一瞬直視できないっていう状況になったんですけど、もうとにかく可愛かったんですよね。でも踊り見て、あ、もう可愛い可愛いってなってたんですけど、あの徐々にですね、あのツアー、そのセトリが進行していくに従ってですね、親とちょっとなんかこう気づくわけです。今回可愛いだけじゃないなっていうことにちょっと気づき出すんですよ、徐々に。でそれは私の主観なので、あの私以外の皆さんがどう感じたかは分かんないんですけど、私の主観的にはなんかいつもと違ったんですよ、それはいい意味で。でいつもっていうのが私の中でどんなイメージかっていうと、なんていうんですかね、フリップサイドってあるじゃないですか。あの南條佳乃イコールフリップサイドのボーカルだっていうことを未だに知らない人がいるようなので、知らない、興味なかったら知らないですよね。あの一応言っとくんですけど、南條佳乃はフリップサイドのボーカルなんですよ。で、フリップサイドだと割とこうスンってしてるんで、かっこいいイメージなんですね。で対局にソロはあのなんかこうもうなんか素の南條佳乃で、可愛さがすごい出てるっていう、本人の自由さと可愛さがすごい出てるっていうソロのイメージだったんですけど、今回の、静岡公演に関しては、そう、千葉公演に関してはさっき言った通りそのイメージの通りで、もう可愛いっていうあのね印象だけで最高っていう、今回も最高だなっていう感じで始まっててあったんですけど、静岡公演はもう可愛いだけじゃなかったんですよ。で何かっていうと、その具体的にここがこうとかじゃないんですけど、なんだろうな、表情一つとってこう真剣さというか、すごい真面目なこう顔をしていたり、切ない表情をしていたり、こう何か思いを馳せてるような歌い方をしていたり、いつもそうといえばそうなんですけど、それでもなんかこういつもと違う、いつも以上の気迫とか熱量みたいなものをすごく今回の静岡公演では感じたんですね、私。で、あのなんか今回すごいぞっていう気持ちがどんどんふつふつと高まっていって、でいわゆるほっこりタイムだったかな、ほっこりタイムとか言ってたような気がするんですけど、あのすごいこう座って聞くって曲を聞くっていう時間帯があって、あのまあなんですかね、曲で言うと、ちょっとセットリストをねチェックしてないんであれなんですけど、記憶だけで言う と、7月25日とか、今日もいい天気だよとかね、あの語るもはもうそこでやったんだったかな、ちょっとなんか分かんないんですけど、まあとりあえずそういうあの聞かせる曲がね、あの下調べしてないとすいません、あの本当にガチガチのファンの方に怒られるかもしれないんですけど、私もガチガチのファンであるつもりではあるんですけど、記憶だけで喋ってるのですいません、ふんわりしてます。とにかくそのそういうこうなんだじっくり聞かせるような曲だけの時にもうなんかすごい私感動しちゃってですね、なんかもう今回やばいなっていう、本当に語彙力ないんですけど、人間って多分感動すると語彙力なくなるんですよね。今回すごいな、やばいなっていう思いだけが本当に強くあって、でもう今振り返るとそれは何でかなっていうところなんですけど、本人があの MC の中で言ってたんですけどね、初日やってベスト版の瀬戸利やって、でそこから、2日目で東京3650分の1振り返って、で名古屋で N ツアー振り返って、で、大阪で、リングとカタルモマを振り返ってと
というところで、全部振り自分の歴史をこう全部振り返ってきてタイムトラベラーだっていう風に言ってたんですけどね、振り返ってきて集大成が静岡ですというところで、何でしょうね、本当に集大成だったんですよね。何言ってるか分かんないと思うんですけど、そのギュッてギュッて歴史を濃縮したがゆえに、今南城吉野5周年を経て6年目の南城吉野が、歌えるもの、本当にそのベスト版を引っ提げてのツアーだからじゃないですけど、今のベスト最高で最善で、出せる力を全て使ったものが、この最後の、5周年のベストアルバムを引っ提げたザ・メモリーズ・アパートメントツアーのファイナルの静岡公演に込められてたんだろうなっていうのが今思うんですね。で、もう本当に全然うまく説明できてないと思うんですけど、そうなんですよ。一言で言えば成長とか進化ってやつですよね。その君が M 夕暮れから始まって、そこから歩んできた南城吉野ソロっていう歴史があって、で、まあ私は結構後の方でしたけど、もうそのいろんな人の応援があって本人もいろいろ悩みながら、どうあるべきかっていう、どうやりたいか、ファンの人ともどう付き合っていくかみたいなことをきっと考えながら、多分そのすごく自分とファンっていうのを考えながらこう歩んできたんじゃないかなって勝手に思うんですよ、私ね。南城吉野っていうアーティストはすごくファンを大事にしてくれてるっていうのはひしひしと感じるので、ひしひしが全然言えないんですけど、感じるので、その一緒に歩いてきて作ってきた中で今届けられるベストなものはこれだっていうのを、その過去を振り返ったことによってこう強く自分の中でこう、なんていうんですかね、持った状態で、強く持った状態で、最終日を迎えた結果のパフォーマンスがあれだったんじゃないかなと思っていて、ちょっとね、これでどれの程度伝わるかが全くわからないんですけど、こいつ何言ってんだって思うかもしれないんですけど、もう一言で言うと、私が知る限りと言っても、生で言ったのは本当にそんなに、その17年のバースデーライブ以降なので、本当に最初から知ってる方と比べれば全然なんですけど、私の知る限り、映像を見たっていうのも含め知る限り、最も素晴らしいライブだったな。今回のザ・メモリーズ・アパートメントツアーも、まあ、全通してないんでね、私いろんな都合があって全通したいのは山々なんですけど、全通してないんですけど、その今回のツアーを含めても多分静岡が最も最高のライブだったのではないかなって思うんですよ。つまりこれが6年目の南城吉野だと、今回のこのメモリーズ・アパートメント、ザ・メモリーズ・アパートメント、ソロデビュー5周年っていうのを経て超えて、今6年目の南城吉野がこれだっていうのを昨日静岡のライブで見せてもらったんじゃないかなって思ってます。はい、それくらい最高のライブでした。なので、今回静岡が映像収録で本当に良かったなと思っていて、いつも私映像化すると仲間とこう一緒に見たりとか、それか映像のそのディスクを貸して見てもらったりとか、見たいって言われればね、
本当はね買ってほしいんですけど、もちろん買えっていう強要をするのはおかしいので、見たいから貸してくれって言われればいいよって言って貸すんですけど、あの今回の今回もう決めてて、今回のザ・メモリーズ・アパートメント静岡公演の映像だけは見るのであれば一緒に見ようと、この熱い思いをそこで体験して共有したいんですよっていう私のわがままなんですけど、共有したいんですよ。なので一緒に見ようっていうつもりでいて、それくらいすごかったんです。はいというところで、もうこんな感じでいいのだろうか、全然まとまってないと思うんです。で、もしかしたらちょっと雑音とかもうるさいかもしれないです。あのこのマイク取れる音量が非常にちっちゃいので、いつも編集でこう音量グッて上げてるので、一応あの周りの音は静かな環境で撮るようにはしてるんですけど、そこの音量をグッて上げる段階で、周りの環境の音も一緒に入ってる音もグッて上がるんで、もしかしたらうるさいかもしれないんですけど、特にあの今引っ越してきてからの初めてかな感想動画撮るのってな気がするので、この環境的にもしかしたら部屋が響いてるとかもあるかもしれないですし、なんですけど、何が言いたかったんでしょうか、聞き苦しかったかもしれないんですけど、今私が伝えられるのは以上です。はい、というところで、いかがでしたでしょうか。いかがも何もないと思うんですけどね。昨日静岡公演行かれた方はもしかしたら、ああそうだよねって思った方もいるかもしれないですし、また私とは全然違う捉え方をして、今回も、とにかく可愛かったというところに重きを置いてね感じた方もいらっしゃるかもしれないですし、もういろいろあると思うんですよ。でも確かに可愛かったんですよ今回のね。今回はね、私今26なんですけど、で何十種の34なんですけど、8歳年上とは思えないっていう、逆に8歳年下って言われてもギリギリ信じるレベルの可愛さだったんで、18って言われても、おお18ねっていう、あの信じるレベル、大人っぽいねくらいの感じで信じるレベルで可愛かったんで、今回あのぜひともですね、皆様にはおそらくいつも通りであれば D アニメストアとかね、もしくは次のアルバムか何かで、映像が収録されるたり配信されたりすると思いますので、その可愛さにも注目しつつ、時折に見せる何十品のそのなんだろうな真剣な表情、この気迫みたいなもの、私が感じた気迫みたいなものを、皆さんにも感じてもらえればいいのかなと、思います。感じてもらえればいいのかなっていうか、感じることを別に強要するものではなくて、そういうものがあったので、ぜひ楽しみにしていただきたいなっていう、とにかくそういうことです全然まとまってないです、すいません。というところで、今時間を振ってみたら、30分に近づいておりまして、今回ちょっと熱を入れるあまりずっと目をつぶって喋ってたんですけど、振って時間を見たら30分近かったので、まあ終わろうかなと思うんですが、ぜひね、皆さんがどう感じたかっていうのですね、おそらくツイッターとかで各々発信されてるとは思うんですが、例えば私と同じようにブログ書いたよっていう人はブログの記事をシェアしてくれてもいいですし、この動画のコメント欄で本当にすごかったねっていうことを書いていただいてもいいですし、おそらくブログの記事的にも一応形式的にブログ記事にしてその中に貼ってる動画になってると思うんで、この動画ってなのでブログの方に、コメントしていただいてもいいですし、はい、どんな形でもいいので、もしね何か感じるものがあれば、何なりと教えていただいて、そういう捉え方もあったかっていう思いがね、
知れれば私が映像化した時にね、楽しめますし、もう全く同感でしたっていう人がいれば、そうだよねって言って盛り上がれると思いますしね、思いますので、ぜひぜひみんなで共有できたらな、楽しいかなと思いますので、そんな感じで今回動画を終わろうと思いますが、最後、これは言わずにはいられないので言っておきますけれども、今回、各公演で瀬取りが違うという頭のおかしい状況の中、あらゆる曲を覚えて演奏してくださったバンドメンバーの皆様、それから、あのとてつもないアパートを作り上げた舞台美術の関連の皆様、それから鍵を挿して光を解放するっていう、また頭のおかしいライトを考案したグッズ大臣と高尾さん、その他、そのチケット販売からなんだ、列の待機の誘導であったりとかしてくださった、もうあのいろんなスタッフの方々、関係したスタッフの皆様、あと南城吉野を産んでくれた南城吉野のお母さん、育ててくれたお父さん、そして我らが会長南城吉野、ありがとうございました。ありがとうございました。もうそれしか言えないっす。ありがとうだよっていう、だからありがとうっていう、もうそれしか言えないんですけど、それだけ伝えてこの動画を終わろうと思います。長々とお付き合いいただきありがとうございました。途中早口だったり、あと昨日のせいで声が若干枯れてて取りづらかったかもしれないんですけど、ちょっとお耳苦しいところはあったかもしれませんが、お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。これからもですね、南城吉野、まあこれからもっていうか、まあ応援している方はこれからも、一緒に応援していただければなと、嬉しく、同じねご近所さんの仲間として嬉しく思いますので、今後とも一緒に楽しく、我らが会長南城吉野と一緒に歩んでいきましょう。ありがとうございました。